皆さんこんにちは、マレーシア在住のRilyです。今日はね、一軒夜に、ツアーを予約しているので、そのツアーの前にちょっと腹ごしらえということで、ブキビンタンのインディアン料理屋さんに来てみました。で、ここのね、インド料理屋さん、なんで選んだかっていうと、 Google 評価がめちゃめちゃ良くって、1600件中の 4.8 だって、結構ね、高評価だなと思って気になって来ちゃいました。ブキビンタンの駅から歩いて5分ぐらい、うん、結構近いところにあります。あの、インディアン料理屋さんって結構ローカル感あるお店が多いんだけど、ここはね、高級感があるというか、まあ清潔感がすごいある、ちゃんとしたお店です。このバターチキンカレー、これを注文します。これと、チーズナン、チーズナンと、あとこれがおすすめみたいなので、これも頼んでみます。パラッタ、マラバラパラッタって言ってました食べてみます。ラッシュ来ました。いただきます。飲むヨーグルトだ、うまい。ロッティみたいな、あの、クシュクシュってやったやつだね、生地を。ちょっとこれだけで食べてみたい。うん、香ばしい生地って感じ。うん、コクがすごい、カレー。今まで食べたバターチキンで一番コク、深みがある気がする。おすすめ何ってさ聞いたら、カレーはバターチキンがおすすめだよって言ってて、全然辛くないし、すごいクリーミーです。チキンも食べちゃう。うまっ。チキンさ、炭火焼きされてるからすんごい美味しい。うん、チキン食べるとちょっと辛いわ。辛い普通に辛かった。まあ、マレーシアに来てそんな、ね、インド料理を旅行だったら食べることも少ないかもしれないけど、こういうのにも挑戦してみようかなっていう方にはこのお店おすすめかも。ここもね、お冷や出してもらえて、お皿もプレート出してくれてありがたいですね。チーズなんだからギトギト。なんかそこまでチーズの味は濃くないけど、これはこれで美味しい。チーズナンにチキン乗せちゃったりなんかして、うん、お兄ちゃんがずっとさ、私が食べるところ目の前で見守ってくれてたさっきもさ、カメラ持ってたら、あの、お店の中撮ろうかって言ってくれて、すごい気さくな優しいお兄さんでした。フレンドリーだからいいよね。ちょっとその辺で声かけられたらさ、心配になる部分もあるけどお店の方がそうやって言ってくれると安心できるからいいなと思う。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。お兄さんもめちゃめちゃ優しくてさ、最後動画も撮ってくれて、とってもね、いいお店でした。ぜひ気になる方は、ブキビンタンの駅からすぐ近くなので足を運んでみてください。というわけで、今日の目的、次に行ってみようと思います。次行ってみよう。今回の目的はこちら、KL Hop-on Hop-offの夜のツアーに参加したいと思います。
そう、これね昼間も走ってるんだけど、夜はね夜の枠として散策する2時間のコースがあるんだって。そう、それに参加させていただこうということで今回はご紹介したいと思います。チケットカウンターはスンガイワンプラザのすぐ横にあるんだけど、ちょっと今見せますね。そう、これがねスンガイワンプラザ、ブキビンタンの交差点、こっちがロット10で、その向かい側がスンガイワンプラザで、その横にチケットカウンターです。今ね19時25分で結構もう並び始めてるね。ちなみに、夜は、20時から2時間のツアーになります。やっぱりさ、バス、乗るの早い者勝ちなんだけど、外の席、ここの席がね限られてるから、みんなここ狙いで早くから並ぶみたいだね。下の席は10席だね、うん、と車椅子の方もここに泊まれるように広くなってます。中はクーラーがね効いててすごい涼しいです。ここも7席だね外は。だからめっちゃ限られてるけど、今日はバス10台あるみたい、夜の部で。夜はねこのルート回るってパンフレットをいただきました。でこのうちKLタワーとムルデカスクエアとか、ね、3カ所くらいねバスが止まってちょっと写真撮る時間があったりするみたい。で一応ねこのバスの注意点、乗る前に教えてもらったのが、食べ物飲み物は持ち込み禁止で、ミネラルウォーター、お水だけだったら大丈夫とのことで、2時間のツアーで暑いからね水持ってた方がいいよって教えていただいて、セブンイレブンで水だけ買ってきました。いよいよ出発しました。今ブキビンタンの交差点のここだね。ではでは行ってきます。なんかこの人と一緒に乗ってるみたい。奥にちょっとだけツインタワーも顔出してていいね。ここの写真スポットで5分間泊まりますって言ってました。5分だけでもこうやって写真スポットとして泊まってくれるのはありがたいですね。ゆっくり写真撮れる。ケールタワーの周り静かで気持ちいい。本当に伝わるかな、この気持ちいい感じそう、私さまだ走ってケールタワーしか来てないけど、思ったのが旅行の最終日の夜とかに、まあ、旅の振り返りも兼ねてね乗るのもね楽しいなと思いました。締めくくりに楽しそうだなって感じました。うわ、パシフィックリージェンシーホテルスイーツで、こっちがインディゴホテルだね。お、向かいから他のバスとすれ違うぞ。来たー、ハローすごいね、今日平日月曜日だけど超満員。あ、お手振ってる、かわいい。イタリアンレストランも私すごい好きです。そう、ちょうど上にはケールタワーが見えるんでね。バスの料金表はこんな感じです。朝の9時から夕方6時の間は24時間乗り放題と48時間乗り放題のチケットが選べます。今回参加しているのはケールシティオブライツという夜8時から2時間のツアーで、料金はマレーシア人でない方は大人1人65リンギットです。公式ホームページからも予約ができますが、Klookのサイトを使えばお得に予約できます。シティオブライツ2時間ツアーでカレンダーから日付を指定して人数選んだら予約手続きへ進みます。割引タイプの欄でこの印をクリックするとクーポンコードを入れるところが出てきます。ここに Rily123 で横の適用ボタンを押すとクーポンコードが発行されます。
ここにもう一回チェックを入れると新規の方が 6%、 2回目以降は 3% の割引が効きます。このクーポンコードは日本にいる方限定にはなるんだけど、他のツアーでも利用できるので、どなたでもじゃんじゃん活用してみてください。概要欄にKlookのリンクも貼ってありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。お、次はこっちに来たということはチャイナタウンの方面ですね。もうすぐチャイナタウン の、 あのペタリンストリートの前通ります。こんな感じでアナウンスもね、英語でねしてくれるんだよ。右側にはセントラルマーケットが見えました。本当涼しくて気持ちいい。今日昼間さ雨降ったからちょっと心配してたんだけど、もし雨降ったらさっきのチケット売り場のところでカッパ売ってるって言ってました。だからまあ雨降っても楽しめないことはないみたいだけど、やっぱり外の風を感じたいですよね。そうそう、あの昼間はねやっぱ日差しが暑すぎて、外の席の座ってる人たちはみんなね暑そうにしてますだから夜はそういった面でも結構いいのかも。あ、ここはクアラルンプール駅じゃない？で、向かいに見えるのがマジェスティックホテルだね。これマジェスティックホテルです。もうすぐセントラル駅の方かな。で、左肩にセントレジスが見えました。そう、そこのね、アフタヌーンティーも最高なんですよね。左側にこのヒルトンとルメリディアン、あのケールセントラル駅からこれも直結してるホテルだね、見えました。なんかさ、今初めて思ったんだけど、あのもしかしたらバスガイドができそう、私さすがにさ、もう7年住んでたらさ分かってきましたね。あ、ケールセントラルのところ曲がったからリトルインディアだ。あ、すごい賑わってる。というかあの明るい。ちょっと風が強いかな。音がうるさかったらすいません。こうやってさ、あのいろんなとこぐるぐる回るとホテルのさ位置関係とか観光名所一気に回れるから面白みがあります。そう、私さホテル、あのホテル結構好きでさ、まだまだ泊まってみたいところがたくさんあってさ、あ、この周りがこんなんあるんだみたいなのが分かって楽しいです。東京とかでさ、ね、五つ星なんか泊まるってなったら相当高くて、なかなか手が出せないけど、マレーシアはね比較的ホテルとか安く泊まれるから、日本にいる時よりは贅沢がしやすい環境かなとは思います。リッツカルトンとかもね世界一安いって言われてるもんね、マレーシアは。だからあのホカンスとかもね楽しみやすい国かなとは思います。ちょっとあまりに風強すぎてさ帽子きつくしといた。髪も結んだ。おー、なんか見えてきた。ナショナルパレスか。ここのストップポイントはね、降りることもできるみたいです。あ、いよいよムルデカスクエアに到着です。わー、綺麗やね。
ボルデカスクエアでもちょっとねフォトスポットとして泊まってくれるみたい。されてるからなお最高だね。とっても綺麗でした。このさ街中のあの電気かわいいよね。ハイビスカスになってるの。いよいよあのサロマブリッジ通りそうだね。サロマブリッジの下。あー見えた見えた。あーツインタワーも見えてきた。フォーポイントバイシェラタンが見えました。そうここのねKLCC のフォーポイントバイシェラタンはファミリー向けのホテルみたいですよ。結構プールとかが充実してるってネットで見ました。泊まったことはないからネットの情報になっちゃうけど、でホテル W ですね。ここはもう言わずと素晴らしいホテルで大好きです私も。うおーツインタワー、ここがベスポジでしょうかね。めちゃめちゃ綺麗。ちょうど信号待ちになったから止まれた。おーいいねー。すごい、KLCC のあのツインタワーの周りをぐるっと回ってくれるんだ。ツインタワーのところをぐるっと回ってこのままブキビンターの方に戻るのかなと思います。お、ここはノボテルホテルだね。でパビリオンのすぐ下にある日本人の人気レストランハッカーも見えます。こうやって回ってくるとすっごい近いね。 KLCC からブキビンタンがもうパビリオンだ。ここはもうあのレストラン街だね。いろんな火鍋屋さんとか、あここもねこの前行ったけど美味しかったね。火鍋屋さんとかいろんな中華系が多いかな、うん、ご飯屋さんがたくさん並んでます。ここはパークロイヤルコレクションか。ブキビンタンの、出発地点の向かい側にあるホテルだね。で向かい側にベルジェアタイムズスクエアが見えるね。これも、ショッピングモールの上にホテルが入ってます。戻ってきちゃいました。スンガイワンプラザですね。で今は、21時38分だから1時間、40分くらいで終わりです。今日は全く渋滞もなかったから予定よりちょっと早めに終わりですね。ということで本日はHop-on Hop-offの夜のツアーだね、楽しんできました。
わりかしまあ年齢層としては若い子たちが多くて、多分一日中観光して疲れてるのかね、ゆっくりね景色を眺めながら楽しんでる人が多かったです。もちろん昼間もね30分40分おきに通ってるって書いてあって、頻繁にね見かけるから移動手段としても便利だけど、今回みたいに夜乗るのもめちゃめちゃおすすめです。で夜は数日前からね予約取っとかないと絶対に取れないと思うので、ぜひ早めにご予約して、私的には、最終日の夜に乗るのがおすすめかなっていうふうに思いました。そうだね、旅行を振り返るっていう意味でもすごく楽しいと思います。というわけで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。インドのレストランも美味しかったし、ホップオンホップオフのバスもすごくおすすめなので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、おやすみなさーい。